事業継続計画、事業継続計画、事業継続計画とは、災害などの緊急事態が発生した時に、企業が損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るための計画、事業継続と復旧計画とも呼ばれる。類義語として、コンティンジェンシープラン、緊急事態応計画があり、この後も非常事態が発生した場合の対応策を、 まとめた計画を表すが、事業継続よりも緊急時の初動計画に力点を置いている。事業継続計画を策定し維持、改善する事業継続マネジメントシステムが満たすべき条件を定めた規格がある。2012年に国際標準化機構による国際規格 ISO22301 が発行され、翌2013年にはその日本語訳である、 日本工業企画実給22,301事業継続マネジメントシステム要求事項が制定された。経済産業省や厚生労働省は PCP の内容を以下の4つのフェーズに分類している。これらのフェーズを決定するため復旧計画には以下の指標を用いる。2004年にイギリスは民間緊急事態法2004。 すべての救急隊と地方自治体に非常事態に対して積極的に備えと計画するよう命じる法規を制定した。地方自治体もそれぞれの地理的地域に事業継続経験の促進を積極的に導く、この法令の下で法的義務がある。二千六年十二月に英国規格協会は b c p b s 九百九十九から一のための 新しい独立した標準を発行した。の発表以前の BCP 専門家は、組織の情報セキュリティ遵守を改善するために、BCP 周辺を論じるだけの SI 情報セキュリティ標準であるを頼りにした。b s 万五千九百九十九の適用性は、政府及び民間、営利及び非営利、大規模及び小規模、あるいは産業セクターのどちらでも、種類、 規模、お及び業務のすべてにまで拡大された。2007年に BSE はドキュメント化された事業継続管理システム BCMS の実装、運用及び改良のための要求を規定する第2部 BS25999 からに事業継続管理のための使用を出版した。完全な b c p サイクルは混乱の事前、最中及び事故に利用可能な 印刷されたマニュアルである。その目的は、中断の範囲、それが、どの程度何にどんな影響するかと、期間、例えば、何時間、何日、何ヶ月との両方によって決まる影響を受ける不利な、利害関係者を減らすことである。測定可能な事業影響分析、リア、ゾーン、危険と脅威のある領域、市民、経済、自然、技術、二次的及び、 後続の存在を含む領域。PCP における長期的災害は、自然災害、人災、および混乱を表すため使われる。2001年1月1日以前、政府は2000年問題と呼ばれた、銀行、電力、電信、健康及び財政産業のような、重要な公的ユーティリティのインフラにおける、コンピュータ不具合を予測した。 1983年から及びなどの規制機関は、彼らの支援メンバーに公的利益を守る運営継続プラクティス、後により公式な BCP マニュアルよって支援されたの講師を求した。より新しい規制は、しばしば ISO、IEC17799 または BS7799 の下で提起された公式の標準を基盤とする。 PCP に焦点を当てた規制とグローバル事業は2000年問題解決の後衰退した。ある人はアメリカ同時多発テロ事件でニューヨークの荒廃したダウンタウンを同時テロ攻撃し、そして事業継続計画の最悪のシナリオのパラダイムを変えたとき、この緩んだ姿勢が終わったと確信した。PCP 方法論は あらゆる希望とあらゆる複雑な組織のためスケーラブルである。方法論は、おルーツに持つにもかかわらず、組織のあらゆる特徴は、一つの BCP マニュアルを作成する可能性がある。そして間違いなく、すべての組織は組織の延命を確かにするためそれを持つべきである。企業が BCP の準備に十分な時間と資源を投資しない証拠は、 災害生き残り統計で明らかにされる。火災は影響を受けた事業の44%を永久に凍結するため、世界貿易センター爆破事件で150から350の事業が影響を受け、その後を生き残れなかった。逆に、b c p マニュアルをよく開発しテストしていたアメリカ同時多発テロ事件によって影響を受けた企業は数日中に事業に戻ることができた。 小さな組織のための BCP マニュアルは、第一次作業場所から離れて安全に保管された、オフサイトの場所、データ、バックアップ、保管メディア、保険契約のコピー、その他の組織域残りに必要な重要書類を伴う、危機管理スタッフ、通常スタッフメンバー、クライアント、およびベンダーのための名前、アドレス、および電話番号を含む、単純な印刷されたマニュアルである。 最も複雑なところでの BCP マニュアルは、第二次作業サイト、技術要求と覚悟、規制報告要求、作業回復測定、物理的記録の再確率の手段、新しいサプライチェーン確率の手段、新しい生産センター確率の手段をアウトラインすることである。企業は、これらの BCP マニュアルが、危機中に使うため現実的で、かつ容易であることを確かめる気である。 このように BCP は危機管理と災害復旧のそばに置く組織のリスクマネジメントの一部である。BCP マニュアル開発は次の5つのフェーズを持つ。上記のリストは決定的なものではなく事業自身の計画、マニュアルに含まれるその他の考慮点がいくつかある。インターネット上での BCP マテリアルの多くは BCP ソリューション開発のためのフリーベースサービスを 提供するコンサルタントによって支援される。しかし基本チュートリアルはインターネット上で自由に利用可能。PCP マニュアルの開発における分析フェーズは影響分析、脅威分析、及び PCP 計画の要求ドキュメント化に帰着する影響シナリオからなる。影響分析、事業影響分析、ビアは利害関係者、法律、契約等を鑑み、 災害が業務にどのような影響を与えるのかを分析する行為を指す。次に、影響分析は各重要機能のための復旧要求に帰着する。復旧要求は下記の情報からなる。復旧要求の定義の後、可能性のある脅威の文書化が特定災害に固有な復旧ステップを詳細化するために推奨されている。いくつかの一般的脅威は以下を含む。 上の例にあるすべての脅威は、共通の影響、組織インフラへの被害の可能性を共有する。その影響は、純粋に人間として考えられ、技術とビジネスソリューションで緩和されることもある。しかしながら、もし、これら復旧計画の裏にある人間が、災害によって、影響を受けるとすると、そこでプロセスは失墜しうる。2002から2003年の SARS 発生の間、 ある組織はスタッフを別々のチームにグループ化し、そのチームごとの災害の潜伏期間を均等化するため、輪番周期で1時及び2次作業サイト間で交代させた。その組織はまた、勤務時間及び非勤務時間を問わず、相手チームメンバー間の対面的接触を禁止した。そのような分離によって、組織は、もし契約されたチームまたは災害に露出した人物がいても、 政府指示の貿易対策の脅威に対する彼らの回復性を増大させることができた。洪水からの被害はまた固有な特徴を持つ。もし、例えば、配管の破裂の出来事で事務所環境が汚染されていない淡水で浸水したなら、装置は徹底的に乾燥すれば、まだ機能する可能性を持っていからである。潜在的な脅威定義の後、 事業復旧計画の基盤を形作る影響シナリオの文書化が推奨される。一般に最も広範囲に及ぶ災害あるいは混乱の計画化はほとんど全ての小規模問題が大規模災害の分的要素であるように、より小規模問題を計画する方が望ましい。ビル喪失のような典型的な影響シナリオは全ての重要な事業機能及びあらゆる潜在的脅威からの最悪の 潜在的な結果包括する。事業継続計画は、もし組織が一つ以上のビルを保持するなら、追加的影響シナリオも、また文書化することができる。例えば、あるビルの特定のフロアの一時的あるいは、永久的喪失のためのシナリオのような、その他のより特定な影響シナリオも、また文書化することもできる。組織は時には、一つの現場から他に移動するため必要なスペースを、 低く見積もります。現場を移動することは問題を持たないため、組織はそれらを計画段階で考慮することが不可欠である。分析フェーズ完了の後、事業と技術の計画要求は実装フェーズを始めるため文書化される。良い資産管理プログラムは、これへの大きな援助となり、資源の素早い利用性の識別と再配置可能性を可にしえます。一つのオフィスベース、 情報技術集約的事業のため、計画要求は、データとして、クラス化される以下の要素を網羅することができる。生産、配送、倉庫などのその他の事業環境は、これらの要素を網羅する必要があるが、混乱の出来事に続く管理する、追加的課題を持つ。ソリューション設計フェーズの目標は、影響分析ステージからの主要な二つの要求に、 答える最もコスト効果的な災害復旧ソリューションを識別することである。IT アプリケーションのためにこれは次のように共通に表現される。災害復旧計画はまた、例えばハードコピー形式での情報の保存、技能スタッフの管理、あるいはプロセスプラントに組み込まれた技術の復旧のような IT アプリケーション以外の領域にも要求される。 この BCP フェーズはディザスタリカバリ方法論とオーバーラップします。ソリューションフェーズでは以下を決める。実装フェーズは単純でソリューション設計フェーズで識別された設計要素を実行することです。ワークパッケージテストはソリューションの実装期間中に行われることもあるが、ワークパッケージテストは組織的テストのところでは行われない。 テストの目的は、事業継続ソリューションが組織の復旧要求を満たす、組織的受け入れに到達することである。計画は、不十分、あるいは、不正確な復旧要求、ソリューション設計、あるいは、ソリューション実装エラーのために失敗する場合がある。テストは以下を包括する。最低限テストは、半年度あるいは年度スケジュールで一般に、実行されます。 初期テスト段階で識別された問題は、維持段階にロールアップされ、次期テストサイクル中に再テストすることができる。英国企画協会、BSE によって発行された2008年の本、エクサーサイシング・ x c e エクセレンスで、機器ソリューションは、事業継続計画をテストする際採用される次の3つの試験のタイプを識別した。単純試験はしばしば、デスクトップあるいは、 ワークショップと呼ばれる。それは、典型的に、おそらく5から20の小人数が関わり、事業継続計画の特定の局面、あるいは特定の主題領域、例えば、人的資源、情報技術、あるいはメディアに集中して行われる。しかしながら、単純試験の美しさは、事業の様々な領域から、完全なチームを容易に対応させることできることである。その数は、 そのロジスティックとともに増大されることもあるが、その目的は変わらない。あるいは、全体チームが参加する必要より、むしろ、複数チームから一つの代表が関わることができる。それは、仮想世界の環境や日々の資源以外の必要性の提供が伴われない。一般的に、参加者は単純なシナリオを与えられ、その後会社の BCP の特定局面を議論するため、 招かれる。例えば、作業時間外に発見された火災では、手順から、現在の呼び出しは何か、どのように、事故管理チームが活性化されるか、どこに、これが合致しないか、現在の文書化された手順は、すべての不足の事態をカバーするかなどである。それはおそらく、3時間以内で最終化され、それぞれ異なったテーマに集中した2つないし3つのセッションに、 しばしば分離される。この場合、二つないし三つの異なったシナリオのいずれもが使われ、一つのシナリオはアドレスされるべきニーズのテーマを導入するため進歩的に開発されうる。実時間のプレッシャーは単純試験の通常の要素ではない。質問は、ファシリテーターが議論が生産的で出来事の目的に対して適切であることを確かにするため、時間に 先だって作業されることが必要である。中間検査は常に仮想世界内で実行され、通常は複数の部門、チーム、あるいは専門分野で同時に行われる。それは一般的にチーム間の BCP を促す複数の側面に集中する。中間試験のスコープは一つのビルを共有する一つの組織の少数のチームから 分散した場所の複数のチームの広範囲に及ぶ。試みは実行可能と同じ程度の現実的環境を作り出すべきで、参加者の数は現実的状況を反映すべきである。要求される現実性の度合いに依存し、それはシミュレートされたウェブサイトとともにシミュレートされたニュース放送を生じるのに必要となる。中間試験は、 数日間にわたって取り組まれるが、通常2から3時間で最終化される。それらは、典型的に、情報を提供し、行動を促すことの試験を通して、プリスクリプトされた写室で導かれた、シナリオセル関わる。複合試験は、おそらく、可能な限り少数の境界として持つことを、目的として定義することが困難である。それはおそらく中間試験の一部とより、 多くの局面を含む。試験の要素は必然的に仮想世界内で残されなければならないが、しかし全ての試みが現実性達成するためになされるべきである。これは災害復旧、DR サイトの通知なしの起動、実際の避難、及び呼び出しを含む。開始時間とカットオフ時間が同意されなければならない。一方で、もし出来事が、 リアルタイムでそれらのコースを実行することを許されるなら試験の実際期間は未知となる。もしそれが期待される45部の代わりに DR サイトを得るために時間が必要なら試験はこれを扱うため十分に柔軟でなければなりません。もし主要なプレイヤーが対応できないなら代理者がそれに備えなければなりません。これらの定義は 利用可能な試験のタイプについて幅広いガイダンスを提供するが、それは考慮すべき、エッジのぼかしがあり得ることを認識すべきである。それは、異なった次元を追加することによって、復旧サイトで単純試験を実行することは可能であるが、これは必ずしも中間試験をするため必要ではない。分類に関わらず、試験の重要性は、その定義された目的を達成することにあるのである。 b c p マニュアルの維持は3つの周期的活動に分解される。すべての組織は時間を超えて変化する。そのため b c p マニュアルもその組織に適切さを保持するため変化しなければならない。一旦データ精度が検証されたら通常ツリーと呼ばれるテストが連絡先データの精度と同じように通知計画の効率を評価することため実行される。 マニュアルで識別され更新されるべき変更のいくつかのタイプは以下を含む進行中の維持の一部としてあらゆる特別化された技術の配備は機能性のためチェックされねばならないいくつかのチェック項目は下記を含む時間を超えての作業プロセスの変更として事前に文書化された運用的復旧手順はもう適切ではないかもしれないそのいつかは以下を含む この論文に含まれるダイアグラムで推奨されるように、テストと維持フェーズと影響フェーズ間の直接的関係がある。スクラッチから BCP マニュアルと復旧インフラを確立するとき、しばしばテストフェーズ中に見つけられた課題は分析フェーズに再度紹介されなければならない。BCP で使われるロジスティックス計画は、と呼ばれる。BCP の意図する効果は、 実行中の状態をびどのように事業を行うかを統治する方法論である事業継続を確実にすることである。BCP を策定し、運用し、訓練し、継続的改善する取り組みを事業継続マネジメントという。平易な言葉では BCP は災害時に事業を継続する方法について定めている。典型的な事態としては、 ビル火災のようなローカルな事態、地震や洪水のような地域的な事態、または世界的伝染病の流行のような国家的事態を含む。しかし、そのような事態に限らない、供給元の喪失、重要なインフラ、機械、またはコンピューティング、ネットワーク資源の主要な部分の質、または、窃盗や破壊の結果のような事業が依存しているあらゆる事態を含み、 事業喪失の可能性を引き起こしうるあらゆる事態が考慮されなければならない。このようにリスク管理は b c p の一部として取り入れられなければならない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。